ねえ演説だったよ <laughs> えっとそのお兄ちゃんとそのキムちゃんがおしゃべりをしているときに全んが「ようこそヒレヒれひローとかふざけて邪魔をしたりしてお兄ちゃんとやりたりをしているところが面白いからそこを注目してみてほしいですかわいいな。<laughs> ねえ、名演説だったよ思わずマカロニ鉛筆の皆さんも身を乗り出してね池村さんの本見ちゃいますよねいやちょっと、ね、最近ちっちゃい甥っ子ができたんでこんなにしっかりしてないなと思っ,って <laughs> しっかりしてます、ね、<laughs> 感動しておりますはい、もう私はお母さんも会見の時もそうじゃない時も もうたくさん優しくお話をしてくれてすぐに緊張がもなくなりましたあとその会見の後にイエイってタッチをしたのが嬉しくて印象に残っていますそうですかイエイって酒井さんタッチしたんですか覚えてないアハたいなごめんごめん <laughs> でもさ聞かれたことちゃんと答えるって偉いねはい,おいなんて偉いんだろう トランプより偉いよ。<laughs> その辺ちょっと政治的な発言は。<laughs> ちょっと控えてください。すいません。ネタもありが。いう生活の中で。一度くらい、他のことをやってみようかなと思ったことは、はざまさんありますか。いつもあります。いつも。<laughs> はざまさん、いろんなことやってらっしゃいますもんね。やってはいますけども。やっぱりね。一つの道を歩むっていうことは大変なことだって。ちょっと変わって、あっちの池、い、行ってみたいなっていうことっていうのは。 やっぱりありますよね。うんうん、まだやってませんけど、<laughs> まだ今九十ですけど、あのー、すごくない？すごいでしょ今九十ですけど。欲しがった。<laughs> あのねこの映画は一つだけ僕どうしても皆さんにお願いなんですけど、一つの劇場では見ないでほしいんです。というのはこれは 3D の 劇場もありますそれから三面の劇場もありますこれ一つずつ見ると全部違うもう見た感想が全部違う僕なんかの声もあのトムカズの声も立体的にバッと声くるようなこともあるし映画館を渡り歩いてほしいお<ー> <laughs> うまいすごい <laughs> 池を飛び出したら映画館へ行け<ー> <laughs> お後はよろしいでしう <laughs> どんどん出ますけれども関さんもありますか、はい、他に挑戦してみたいと思ったと <laughs> <laughs> この後やりづらいダジャレないんですけど全然大丈夫ですかねなんかまあそうですねあのー、まあもともといろいろ趣味は多く持ってる方なんですけど今ちょっと挑戦したいなと思ってるのはあのー、大みそかに毎年あの親に年越しそばを手打ちで打って食べさせるっていうのを、まあ、ずっとやってるんですが。 我流でやってるもんであのなかなか美味しいお蕎麦が打てないんですよだからまあちゃんとどこかに習いに行ってちょっと蕎麦打ちの修行をしてみたいなっていうふうには思ってますはい関さんどこに行くんですかいやいやまあまなんか声優だけでね食べていくのもなかなか大変なんでまあ副業でうう <laughs> 関さんがそんなこと言わないといや, <laughs> いやいやゆくゆくはねなんかそういうのもやれたら安心かなみたいなはいちょっといろいろ将来をはい案じていますはい もうたこんなに忙しい人い今い,ない,んですよいえいえ,いえとんでもないですよもう,もう席を同じようにせずぐらいねあっこっちょっと違ったな <laughs> <laughs> ちょっと僕の名前で滑るのやめてください <laughs> <laughs> ぜひいろいろ他の映画館に行け皆さんに渡り鳥になっていただいてあのようやくこの日があ来ましたねあの本当に あのー、家族を皆さんにご紹介するというような感じです。あの、本当に素敵な家族なので、あの末永くあのお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて麻生久美子さんお願いします。 はい、えー、パムの声を担当させていただきました麻生久美子です、えー。今日はプレミア試写会ということでこんなにたくさんの方に集まっていただきまして本当にありがとうございます。すごく嬉しいです。えー、今日初めて見ていただくと思うので、ちょっとドキドキしていますし、あの、まあ。 皆さんねあの帰りどんなお気持ちで帰られるのかなと思ってどこか楽しんで帰っていただけたら嬉しいなと思いますいや今日はちょっと短い時間ですけれどもよろしくお願いいたしますありがとうございます続いてヒコロヒーさんお願いします はい、えー、ヒコロヒーでございます私もちょっと今日初めて皆さん見ていただけるというのでなんか楽しみと、えー、どんな感じなんやろうと思いながらなんかあの私もちょっと人知れずドキドキソワソワさせていただいてるんですけれど、えー、本当に楽しんで帰っていただけたらなと思っております今日はよろしくお願いいたしますありがとうございます の池村葵です。お客さんがたくさんいるので、とってもワクワクしています。よろしくお願いします。いい <laughs> ありがとうございます。<laughs> 続いてお隣、狭間道夫さんです。お願いします。こんにちは、狭間道夫です。えー、かわいい、かわい,い。い彼女が僕の孫に当たるのか。<laughs> ちょっと、ね、そこと、めい、メインになるんですかね。だん、ダンおじさんって,ってます。だん、おじさんって言われてますけど。<laughs> <ン> 坂井さん、僕は一体誰のどういうことだ <laughs> ねえ団子おじさんがどういう血縁関係なのかって僕もちょっとつながりなかったらそれはそれで面白いんですけどね <laughs> だけどおじさんなんだよねおじいちゃんって言ってんだっけ僕のことおじ,さんおじさんだよ彼女のおじさんでもある酒井さんのおじさんでもあるという不思議な関係でありますけども。<laughs> <laughs> その辺のところおもしお分かりの方がいらっしゃったらぜひ教えていただきたいという映画でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて関門和さんお願いします。はい、えー、もう本当に可愛いカモが大冒険をしますので、えー、皆さんのね背中を押してくれるような素敵な作品になっていると思います。ぜひ楽しんで見ていってください。ありがとうございます。ありがとうございます。 続いて芹沢優さんお願いしますはいキム役の芹沢優です、えー、キムもあのみんなが冒険に出かけるきっかけになるようなキャラクターなのであの皆さんの何かねこう明るい気持ちになるきっかけになればいいなと思います今日は楽しんでいてくださいはい、主題歌を担当させていただきました、えー、マカロニエンピスというバンドの4人でございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますボーカルの服部ですそして、はい、キーボードの菅田幸です ギターの田辺義明ですベースの高野健也ですはい、よろしくお願いしますよろしくお願いします今日はあのこの家族に居候させてもらっている気持ちですけども <laughs> まあ、今日で一気に仲良くなれたらなというふうに思っております皆さんもよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします、ありがとうございますクエンちゃん、これムービーになります <laughs> ありがとうございますせ、えーの